創業者で CEO のデイビッド・カープ・タンブラーはメディアミックスブログサービス、ブログとミニブログ、そしてソーシャルブックマークを統合したマイクロブログサービスであるアメリカのデビッドビル、インクにより2007年3月1日にサービスが開始された2011年3月から日本語ベータ版の提供が開始されている2013年ヤフーに買収される 2019年5月2日に2018年末のアダルトコンテンツ全面禁止が要因のアクセス数の減少から来る業績不振を理由にベライゾンコミュニケーションズが売却先を探しているとの報道がなされアダルトサイトであるポルノハブが買収先として名乗りを上げる2019年9月9日オートマティック社によって買収されたログインすると 記事の投稿やアカウントの管理などの総合的な管理機能を持つダッシュボードと呼ばれるメイン画面が現れる。記事の投稿はダッシュボードから直接行うか、あるいはブラウザのブックマークレット、携帯電話、メール等を使って手軽に行うこともできる。投稿できるフォーマットは以下の通り、タンブラーではツイッターのように他のユーザーをフォローできる。フォローしているユーザーが記事を投稿すると、 ダッシュボードにリアルタイムで表示され、それをリブログしたり、好き、登録したりすることができる。また、自分の投稿に対して、リブログや、好き、登録が行われると、その旨が自分のダッシュボードに表示されるので反応を確認することもできる。もちろん上記の機能を使わずに、一般的なブログのように使うこともできる。リブログとは、 他のユーザーの投稿を自分のページへと再投稿する機能である。ツイッターの RT 機能に相当する。リブログすると元の投稿内容の他に投稿が誰を経由してリブログされてきたのかわかるように投稿元の情報が自動的に付加される。例 D, C, B, posted by A これは記事が最初にユーザー A によって投稿され、それが bcd の順にリブログされてきたことを意味する。なお、ポステットバイにあたる部分は、ビアとも表記される。アダルト全面禁止の影響で業績が伸び悩む、タンブラーの買収にアダルトメディア、ポルノハブが興味を示す。まさかの皮肉な展開に、エッグプラントゲーミング、2019年5月3日、ベライゾンがタンブラーをワードプレスの親会社、オートマティックに売却、テッククランチ、 2019年9月13日、ありがとうございます。